選手に昨日は落とされて、今日はモクスリー選手に落とされて、無理やりテーマ曲かけられたのか。とどめを刺そうとした。出てきた。期待してやってきたのはモクスリー。そして鈴木みのるはにやりと不敵な笑みを見せる。モクスリーが入ってきた。いや、愛知を蹴散らしたが、鈴木みのるが、その目の前には鈴木みのるが立っている。モクスリーが岡田を助けに来た。しかしその目の前には鈴木みのるが立ちはだかる。いや、これは岡田選手を助けに来たというよりは、はい、昨日の続きですよ。そうですね、鈴木みのるに対してですね、防衛直後、鈴木みのるが花道から乱入、そしてボッチ式のパイルドライバーを見舞われました。2人とも入ってくるときは友情というのは欠かせないわけですね。これ本当試合始まっちゃいます。おが勝ってやると話した鈴木みのる。そしてこのモクスリーも黙っていない。 IWGP US ヘビー級のチャンピオン、デスライダー。昨日のゴッチ式パイルドライバーの仕返し、やり返した。チャンピオンは俺なんだと。売られた喧嘩、買うなら俺もやってやる。いや、入場曲をかけての乱入、そしてフィニッシュホールド決める、はい、まさしく昨日やられたことをボクシー選手がやり返してるわけですね。そうですね、同じやり方で。もうこの喧嘩は、そしてこのベルトをかけての戦いは、もうこれ本業待てない。場所決めなきゃダメですね、もうこれね。ドームで屈辱を味わったモクスリー、ニューイヤーダッシュ、ここでやり返してみせました。ちょっとこの試合で岡田選手とまず大志選手のラインが気になったのが一つと、そしてモクスリー選手がやっぱ鈴木選手に昨日の仕返しをしに来た、2つのラインが見えますね。ザック選手とオスプレイ選手のラインも見えましたけれどもね。そうですね、はい、そこもありますね。まさに岡本さん、これがニューイヤーダッシュ、これからどんな戦いになるかというね。何かが起きる、ニューイヤーダッシュ、鈴木みのるはリングに倒れています。これもまた平野さん、鈴木みのるにとってはなんか笑ってますよ。笑ってますか。恐ろしい表情。ジョン・ボーイ面白いじゃねえかってことですかね。鈴木みのるが空を見つめにやりと笑った。こんな怖い大の字ないっすよ。いや本当ですね、大の字の人が恐ろしい男に表情じゃない、またさらに怒りを与えた。ちょっとこれ次また怖くなるじゃないですか、鈴木選手が。屈辱を完全にやり返したモクスリー。補助に入ったヤングライオンを掴み、そして振り放っていきました。デスライダーを浴びてるんですけれども、流れ球が飛んできそうなほどの鈴木選手の怒りが見えますよね。このにやりと笑う恐ろしい表情、このベルトをめぐる、そしてこの男たちの喧嘩がどんな恐ろしい戦いになるのか。このテーマ曲の中帰らなきゃいけないっていうのは、これ鈴木選手とした屈辱だと思いますよ。この不敵な笑みを浮かべてリングを去っていく、それが鈴木のまた恐ろしさを物語ります。よしよし、 You know what the fuck. I won't even say it. I won't say it because I don't want to piss anybody off. I don't want to offend anybody. But Yoshihashi, you're gonna die because everybody dies.Huh? Billy No Brains? You think you can lose the junior title and step up to my level? Grow up! Everyone thinks Will Ospreay is the greatest British wrestler alive, huh? Best thing since sliced bread. There would be no British wrestling scene that exists now without me.Still be in community halls and leisure centres. You might be one of the greatest high flyers to ever exist, but you've got the brain of a peanut. You're an absolute sodding idiot.
This belt means I'm the best British wrestler alive. やっぱりこの季節になるとうるさいんだよこいつが。これもよ、進化しちまって。これだぜ、これもんだ、すぐ取り出せる。あいつがいつだってつけるように。冬の札幌、なんか起きんのとお前ら楽しみにしてんだろうな。俺は楽しみにしてんだけど、うるせえんだな、冬になるとな。まあ、だから勝手に今日はこいつが動いたんじゃないか。まあ、もともと岡田、俺は知ってるだよ、お前。2日やった4人の中で誰よりもボロボロに疲れ果ててるの。ボロボロだったな、何やっても首を押さえたまま見てたぞ。だから今がチャンスだな、岡田よ。あんなボロボロになってビッグチャンスだ。簡単に勝てそうだな、今のお前だったらな。美味しいよ、絶好のチャンスだ。ムカつくだろ、お前はこんなことされて。お前は横綱だったらなんだ、ほら幕内か。ムカつくだろ、お前から見たら。チャンスだ、潰してやる。お前を狙ってやるよ。優しいだろ、ヘトヘトになった、ボロボロになったお前を俺が狙ってやるよ。だってよ、昨日のナイトメイベントの後にあんなことしなくたってよ、俺は全王者、今っちけあんだろ、どうせあいつには、岡田にも。それを俺が力ずくで奪ってやる。そしたらその先見えてくんだろう。俺はあんな卑怯な真似しないよ。それでどうだ、岡田。悔しいだろ、俺みたいに雑魚にやられて。相手してやるよ、ボロボロのお前もな。いやいや、おい、ジョンのクソガキや、しびれるじゃねえか。これが俺とあいつの戦争の始まりだ。てめえ、ただで日本から帰れると思うなよ。ジャン・モクスリー、俺とあいつの決闘の日、早く決めろ。体が痛いとさ、ぶっ飛ばされると気持ちいいの知ってる？知ってる？殴られるとさ、気持ちいいの知ってる？おい、あーちゃん、おい、でかくてもなんだろうかな、おい、関係ねえからな、おい、どんな形あれ、ごめんよな、必ず倒しちゃうからな。おきゃり、頑張れ。On another level, on another level. I skipped a level. Focusing so much on the junior heavyweight division. I missed the British heavyweight championship. You want me to step up? Okay.I'm stepping up! Zack Sabre Jr. British Heavyweight Championship! Osprey is on another level! The King of Pro Wrestling,
The king of the death match is this war. And if it is war, was it inevitable? How many bones, how many ligaments, how many tendons will snap? Will there be concussions? Will there be blood? Well, I think we all know the answer to that question now, don't we?